こんにちは、長塚漢方堂です。今回はシミ・そばかすが気になる方の体験談です。貴重な体験談をシェアしていただきましてありがとうございます。ではこの方から寄せられた体調をご紹介いたします。まずは外見的な特徴ですが、33歳の女性です。身長は158センチ、体重は38キロ、BMI は 15.22 です。皮膚や髪の毛は乾燥し、顔色は白っぽいと言われるものの黄色っぽくもあるそうです。舌の色は白っぽくて形は薄く、舌の苔の上は水っぽく、苔の色は白くて少ないもののバターでも塗ったようにベタっとしていて、舌の裏の静脈は細いけどよく見えるそうです。続いて症状の詳細ですが、皮膚が薄く、昔からシミ、そばかす、ほくろがあったそうですが、最近になって顔を中心に首や胸、手など全身に増えてきて、ご本人は紫外線の影響ではないかと思っているそうです。また生理前後は意欲も体力もなく、一日中動けなくなってしまうそうです。そして体重が増えず疲れやすいそうです。他にも唇が1年を通して乾燥して荒れていることがあるそうですが、乾燥する時期は特にひどいそうです。また疲れて食べられなくなってしまうときは、さらに疲れてしまい全体が悪化するとのことです。ではまずは簡単にシミやそばかすになる原因から考えてみたいと思います。シミは皮膚の基底層という場所にあるメラノサイトによって作り出されています。皮膚が日焼けなどで刺激を受けると、紫外線による炎症から細胞を守るためにメラニンが放出されます。メラニンはメラノサイトという細胞によって作られますが、紫外線を浴びることでメラノサイトが活性化してメラニンがたくさん作られます。しかし皮膚への刺激が強すぎて炎症が長引いてしまうと、表皮は壊れメラニンが過剰に放出されます。そして過剰に放出されたメラニン色素が真皮乳まで落ち込んでしまうとシミになります。軽い日焼け程度でしたらお肌のターンオーバーでシミも一緒に赤となって消えますが、真皮にまで落ち込んでしまったメラニンは鈍色細胞で処理される以外に方法がなく、場合によっては年単位の時間がかかるとも言われます。では東洋医学ではどのように考えるのかと言いますと、メラニン細胞や鈍色細胞は東洋医学では腎気と関わりが強いと考えます。簡単に腎気について説明しますと、体の土台を支える働きを担っているのが腎気で、生命の危機になると働きが活発になります。この腎気は成長や発育などとも関連するため、幼児期は腎気の勢いは強く、早年期になるとその強さはピークを迎え、老年期になるとだんだんとその勢いを失います。これは髪の毛の様子にも現れていて、幼児期にはまだまだ腎気の強さが充実していないため、産毛のようなふわふわの状態からようやく少し強くなってきたかという感じですが、青年期から壮年期にかけては生命力が最も充実するために、髪の一本一本に黒々としたツヤがあってしなやかに弾力があることで、柔らかく流れるように滑らかに動きますが、老年期になると生命力にやや陰りが見えてきますので、髪の毛を維持するために生命力を割くことができなくなるため、髪の毛には弾力性がなくなって張りや腰が減り、パサついて白髪が混じり、徐々に抜けていきボリュームも少なくなります。このように腎気は生命の変化に対して大きな役割を持っているため、命の危機になることでも変動が大きくなります。例えば先ほどの日焼けに関してですが、紫外線は細胞の核の中にある DNA にまで直接届いて攻撃してしまうため、これを防ぐためには外部からやってきたものを外側へと追い払う排除の方法では太刀打ちできません。そのため体としては侵入を許してしまった異物を固めるような形でダメージを無害化させようとします。この異物を固めるようにダメージを無害化する働きは、先ほどの鈍色細胞の働きと関連していますが、体の深い部分において固めることで対応しますので、シミなどの色素沈着となって残ることとなります。また、この腎気を正常に機能させるためには、
正常に気血が巡っていることが大切です。血流が悪くなると皮膚の隅々にまで栄養が届かなくなり、しかも皮膚で生じた不要物が回収されなくなるため、皮膚は健康な状態を保つことができなくなります。それとともに皮膚のターンオーバーも不具合を起こすため、古い角質が残り、角質が厚くなって皮膚の状態は悪くなります。このようにシミを防ぐためには順調な気血の流れや腎気の機能が不可欠となります。そしてそばかすは遺伝で発症すると言われ、思春期頃が最もできやすく、40代前後まで発症します。一方シミは加齢によって発症しますので、50代が最もできやすいと言われています。そばかすもシミと同じく紫外線で悪化しますが、そばかすは鼻から両頬にかけて小さく左右対称に散らばって発症し、シミは耳の前やこめかみなどに大きく目立つように発症します。遺伝的な働きも加齢による変化も東洋医学では腎気に関わっていると考えますので、腎を乱れさせてしまう原因があるのではないかと体質を探っていきます。ではこれらを踏まえてこの方の体質の特徴を探ってみましょう。 BMI の様子や顔色の様子、舌の色から見て気も血も足がありそうです。そこで血の様子から探ってみますと、皮膚乾燥、髪の毛乾燥、顔色は黄色っぽく、唇が乾燥しやすい、爪が脆いなど血の不足がありそうです。では血を作る働きの方を探ってみますと、全身の倦怠感や無力感がある、手足が冷える、寒がり、食欲がない、多く食べられない、立ちくらみしやすいなど、お腹の働きを調整する引きの弱さも感じます。また顔色が黄色が強いとありますが、これは体の冷えに血虚が加わると目立つ症状です。これは重い血を持ち上げられないために、血の赤い成分だけが抜けてしまうことで黄色くなっているのかと思います。また舌の色なども白いことから冷えもありそうですので、血の不足にさらに血を持ち上げる働きの低下もあることで、体の上部は持ち上げられなくなっているため不眠になりやすい、夢を見ることが多いとなっています。そしておそらく血が持ち上がらないため潤されないことから、唇が乾燥しやすくなり、喉が渇いて水が飲みたいとなっているのかと思います。また水分を巡らせる働きも腰痛や耳鳴りがあることから、体の熱の根源である腎葉の不足によって弱くなってしまっていることで、水分の重さで舌に集まってしまい、むくみになっているように感じます。これらのことから血の不足によって皮膚に栄養が届かず、腎葉が低下して冷えていることで血液や水分の巡りが悪くなり、血流を邪魔されるようになります。そして血流を邪魔されて皮膚の基底層に栄養が届かなくなると、腎気の働きの調整もできなくなり、シミ・そばかすを作っているのかもしれません。また月経の前後になると体力がなくなって動けなくなってしまうとあります。月経前後の時期は体中の気血が子宮に向かって外に込まれていますが、ここで気血の不足や腎気の不足があると、体としては子宮を育てるための血の不足を大急ぎで作ろうとするため、気の配分がますます体の下部に集中するため、だるさや眠さとなって現れることがあります。ではこれまでの情報からまとめますと、全体として気や血の不足があり、熱源となる腎葉も不足していることで血の巡りは悪化しています。血の不足に加えて持ち上がらないため、唇は乾燥しますし、舌や顔色は白や黄色になりますし、脳に血を正常に届けられないため、立ちくらみやふらつき、めまい、不眠や夢を見ることが多いなど、眠りの浅い状態になります。そして血の不足があることで皮膚の材料は足りない、気の不足があることで作ることも弱まるため皮膚は乾燥し、ターンオーバーも弱まることでシミやそばかすになっているのかもしれません。ではこれを踏まえての自然療法ですが、無理のない範囲で体を動かすことで体の熱を作ることが必要かもしれません。体の熱を作るにはやはり運動が必要だからです。とはいえ無理をすると体はますます弱ってしまいそうですので、無理のない範囲で散歩をするなどから始められると良いかと思います。
その際、階段や坂道など重力がよりかかるところで行うと腎気の鍛錬になります。またそれも難しい場合には、相撲の四股や体を動かすヨガや気功法などを無理のない範囲で行うのも良いかと思います。そして疲れを感じたら早めに寝床に入り、たとえ脳は眠れなくとも体を休めるつもりでゆっくりしてみると良いかと思います。たまたまかもしれませんが、ご投稿くださった時間が夜中の1時とやや遅い時間帯です。夜更かしの生活が続いていると、月経によって失われた血液を補充するには睡眠時間が足りなくなるため、余計に血の不足が進んでしまいます。本来ならば寝ている時間帯に起きて作業をしていると、それだけ気血は不足していきますので、もし心当たりがありましたら、早めのしっかりとした睡眠を心がけると良いかと思います。また食べ物に関しては、血の補充になるものを食べるのも良いのですが、それらの食べ物を食べ過ぎてしまうと余計にお腹の負担になってしまいますので、よく噛んで腹8分目で食べた方が良いかと思います。運動によってお腹の働きが高まってくると、吸収し作る力も高まってきますので、運動と食事との両方で改善していくつもりが良いと思いますので、お試しください。今回は貴重な体験談のシェアをしていただきましてありがとうございました。少しでも症状が改善することを願っております。今回も最後までご視聴ありがとうございました。